こんにちは、名古屋大学研究フロントラインです。名大の最近の研究の話題をお届けしています。今日の話題のキーワードは微生物、酵素、SDGs、 そして産学連携です。お話を伺ったのは法学研究科教授の堀克俊さんです。微生物への興味からバイオ研究の道に進み、大学教授をしながらベンチャーを起業。このベンチャーを核に先日大手企業3社との産学連携と2億円を超える資金調達を発表しました。新しい産学連携の仕組みを開拓し続ける堀さんは一体どんな野望を抱いているんでしょうか。で、従来は大手企業さんと大学とのいわゆる共同研究ということが主体で、額もそれほど大きくなかったと思うんですね。100万200万とか、そういった共同研究をしてきたんですけれども、ベンチャーを立ち上げた時にですね、ベンチャーと3社で、共同研究をするという形にしまして、でベンチャー企業としてはですね、自宅研究事業というふうに位置づけるということで、事業の一環ということになります。それに何が違うか、従来のものと違うかと言いますと、スタートアップ企業が事業としてやりますので、具体的なテーマで社会実装をに持っていくもの、いわゆる大学でいうですね、シーズが何に使えるんだろうというような形のシーズ発信型ではなくて、どちらかというとニーズが先にあって、でそれを商品化だったり課題を解決するという形での共同研究というか、自宅研究ということになりますので、そういう意味では企業さんにとっては単に論文が出て終わりだよということではないことで、記載していただいてですね、したがって規模も1件当たりの規模も大きいと、従来の大学と企業の共同研究より大きいということになります。そのあたりは公開はされてますか、学についてはやっぱり一桁違う、1件当たり、1000万円以上ぐらい の、 3社連携になると、そんな感じがになってくるということですね。で今回はですね、大学自身はそこには、入っていないで、ベンチャーの資金調達なので、数千万円から億の単位になります。そんな形でですね、進めてきてですね、それがだいぶ浸透してきたということもあります。それから、幸いなことにですね、私のスタートアップであるフレンドマイクローブ社ですね、私の教え子は金井が今代表をしておりますけれども、いろいろ資金調達ということで、宣伝をしてきてまして、特にですね、スタートアップ向けのピッチというような、いわゆる事業構想なんかをですね、いろんなところでですね発表すると、で結構賞を総なめにしてきたっていうのがありまして、非常に注目度が高まっていたんですね。それからもちろん私のところにこういう微生物とか酵素関係でのですね連携ができないかっていうような、いろんなきっかけがあってですね、つながってきたということになります。なるほど、一つのルートだけではなく、いろんなことが、いろんな方向からこれが叶ったということなんですね。こういったそのアプローチの仕方っていうのは、堀先生が独自にこう考えていかれたという感じですか？そうですね、これができるのはですね、私自身がスタートアップの経営に直接的に関わっているということになります。私がオーナー的な存在ですし、会社での役職的にはですね、取締役会長ということで、代表の蟹江と一緒にですね、経営を自らしているというところもありまして、ディシジョンができるというようなところはあります。非常に珍しい形かなと思いますし、新しい産学連携の形を構築したいという大学人としての立場、思いというのもあって、こういうことをしてきています。このプロジェクトはフレンドマイクローブの方の受託事業としてやるというふうなお話でしたけども、もう完全に研究開発はフレンドマイクローブの方でやるという感じなんでしょうか？研究開発でですね、やはりフレンドマイクローブで できるところっていうのは非常に限られているので、基本的には名古屋大学と、一緒にやります。企業のニーズというものがありますから、それに基づいてテーマが設定されて、企業が共同研究、自宅研究という形で、また別途、資金を出していただいて、それで、研究開発をするということになります。で、動植物油脂の分解に関しては本業ですので、これはどちらかというと、もうすでに基本技術があるものをですね、
実用化して商品化するための部分は、まあ、フレンドマイクローブがほとんど自力でやっていくというか、もちろん資金は援助を得ながらということなんですけど、具体的なその事業ですとか技術のお話も少し伺いたいなと思っていて、今現状ですね、中心的な事業になっているのはですね、動植物油の分解なんですけども、まあ、大きめの食品工場がターゲットになっていまして、まあ、直接的な最終顧客ということで事業展開をしてきました。動植物油脂に関してはですね、一般的に使われているのは物理化学的な処理なんですね。あまり微生物は使われていないんです。なぜかと言いますと、世の中に確かに動植物油脂を分解する微生物というのは市販されてるんですけれども、あまり効果がないというかですね、まあ、工場の排水処理には排水処理しなければいけない時間、その滞留時間内に分解できるものはですね、私が調べた限りは皆無と言っていいです。それがですね、私のところで出した新しいその微生物によってですね、滞留時間内に速やかに分解できるということになります。でこれはですね、例えると、まあ、1の性能だったものを10の性能に一気に躍進させたという感じです。それによって、まあ、実用化が可能になるということで、直接その先ほどの食品会社と取引するというよりは、水処理会社、まあ、いわゆるプラントメーカーなんかと組んでやっているんですけれども、このプラントメーカーは今までもですね、この動植物油脂を使った検討というのは結構やってきてるんですけども、結果的にはですね、試してみたけれども実際には導入できるレベルではないねということがの繰り返しだったんですけども、我々の製剤を使ったら、微生物を使ったらですね、使えるということで、これを武器にしていこうということで、そういうエンジニアリング会社と組んでですね、先ほどの食品工場とかに入れてきたというのがあります。それから我々のこの技術はですね、まあ、大きなところ向けのものですから、小さいところになりますと排水の滞留時間というのは非常に短くてですね、なかなか簡単には適用ができなかったんですけども、まあ、その基礎技術は確立していたんですね。でそれを実証試験をして世の中に出していくというようなところで、これから本格的にですね、外食産業、一軒当たりの規模は小さいんですけど数が多いので、まあ、ここを本格的に展開していこうというようなことになってます。その他ですね、まあ、生ごみ処理とかそういうところも、あの排水だけじゃなくて油が含まれているのでターゲットにしていくということになります。今回機械油や鉱物油といったのがもっともっと全般的な油のところにこう着目されていってるっていうことで、どのように技術を展開されているか教えていただいてもいいですか。まあ、いわゆる鉱物油とかですね、まあ、鉱物油といいますと、そこから機械油とか非常にいろんな油が使われているわけですけれども、特に外国にはですね、油、こういった鉱物油を分解できるという謳い文句の製品というのはあるんですけども、これは分解速度が遅いとかそういうことではなくて、実際試験すると全く太刀打ちできないです。全く分解しないです。これは実は同じ油でもですね、技術はかなり違います。でこの新しい技術も、基礎技術もほぼ確立したのでですね、全くゼロだったものを1というふうに技術を作ったと、まあ、これをまた社会実装に持っていくということで、まあ、研究開発を加速するという段階になるということです。1を10にしたところですけども、1を10にするとか0を1にするとか、何がポイントだったんですか。例えばその微生物自体がすごいのか、それとも微生物プラスアルファで例えば何かを加えたとか。根本的には微生物自体がですね、やはり力がないとですね、こういう技術は生まれないので、まあ、まず微生物自体の力がですね、まあ、圧倒的だっていうのがまず最初にきます。ただですね、どんなにこの微生物の力がすごくてもですね、能力を引き出す方法をですね、適用しないとですね、これはやっぱり力のが発揮できないということになります。で多くの場合はですね、その使い方はほとんど無視されているという感じなんですね。今まで世の中に出ているものはですね、せいぜいこれぐらいの量を使ってくださいよぐらいであって、排水の質とかですね、排水の量とかによって全く違うので、まあ、その現場に合わせた使い方というものをがあるわけで、まあ、そういう意味では薬と同じだと考えています。薬もですね、どんなに画期的な薬でも、いわゆる服用の仕方を間違えたらですね、効果もないですし、場合によっては副作用すら出てしまうと。
まあ、例えば年齢とか場合によっては性別とかそういったものによって当然薬の使い方が変わってくる。その正しい使い方っていうのは医療の場合はちゃんとなされているわけですけれども、こういう環境に使う薬剤なみたいなものはですね、あまりケアされてきてなかったというのも事実です。なるほど。なんか生物製剤、生物を使ったもの特有の使い方、アプローチの仕方をされているだからこそっていうことなんですね。でですね、堀先生、実際にその製剤っていうものはどういった形をしていて、どういうふうに使うんですか？こうシステム丸ごと先生方は開発されているのか、それともその薬という部分をそのプラントにこう持っていくというか。現状は液体製剤になっています。この液体の中に微生物が入っているという形になります。そしてそれを使用するためにですね、排水というのは大量に出てきますので、非常に大量の製剤を投入しなければいけないということで、まあ、コストがかかってしまうんですね。そこで我々は現場でですね、種菌をですね、増幅して自動的に投入するという、こういう自動増幅投入装置というものを現場に設置する装置を開発しておりまして、これと微生物がセットになっているという、まあ、例えばプリンターというものがあって、そこにインクが消耗品としてあるように、我々のやつもこういう自動増幅投入装置というものがあって、そしてそこに種菌を定期的に補充していくというような形態になっています。あとですね、少しプレスリリースの中で気になったワードとしまして、排水の微生物フローラのデータを活用してそれを AI に適用していくというような記載がありました。これは具体的にはどういうことですか？これはまあですね、将来テーマなんですけども、今まではですね、ブラックボックスで排水処理っていうのはやられていたことがほとんどなんですね。ただ、まあ、今解析技術が盛んになってきて、例えば下水だけじゃなくていろんな水の中とかのですね、微生物フローラを解析することができるようになってきました。そこでですね、まあ、コロナのこともあってですね、下水中のコロナウイルスをモニタリングをして、まあ、ウイルスのリスクを捉えようというような研究というのが結構盛んになってやられてきています。でその関係もありまして、まあ、ウイルスだけでなくてですね、まあ、微生物バクテリアもですね、モニターできないのかっていうようなこと、それがまあ単にそのリスク管理だけでなくて排水処理に効率的にできるようになるんではないかなということ、で私としてはですね、例えば生物の皮膚とかそういうところにいるですね、微生物フローラの解析を研究の一つのテーマにしてますけれども、これはですね、将来的にはですね、やはり非常にビッグデータが出てきますから、AI と非常に相性がいいと思ってまして、新しいフィードバック制御システムができるとですね、まあ、いろんな方面にできる次世代の技術になるんじゃないかなということで、まあ、これから研究開発を本格化させていくんですけれども、すでにですね、解析の部分についてはですね、まあ、AI は使ってませんけれども、まあ、フレンドマイクローブの方でもですね、あるところから受注してですね、そういう解析ビジネスは始めているということになります。あと最後にお聞きしたいのが、堀先生、研究の原動力になるものって何ですか？科学者としてですね、どういう研究を後世に残せるかなっていう考えた時にですね、まあ、例えば基本的なところですとですね、教科書を塗り替えるような基礎的なところをやればですね、それはまあ教科書としてなんでしょう。ただやっぱ科学技術というのは進歩しますから、そういう教科書的なものもそうですし、まあ、何か新しい技術を開発してもですね、これがどれぐらい永久にこう寿命が持つというものは通常なくてですね、まあ20年ぐらいどうでしょう、バイオの分野で20年持てばですね、これはなかなか後世に残るような重要な技術開発をしたということになるんだと思うんですけども、じゃあそれを実際に残す場としてですね、やはり、まあ、いろんな経済的な事情によって人に任せているとなかなかそれは社会に出ていかないんですけど、やはり自ら起業してそれを手掛ける会社を作ればですね、まあ、その技術がずっと残る可能性が高まるということと、技術だけじゃなくて、まあ、大学もう一つの重要なところは教育というもの、人を育てるというところもありますから、それが会社を作ればですね、人材が活躍できる場というものもできますから、そういう意味でそういったものも残ると、
さらに新しい、先ほどの産学連携みたいな仕組みを作れば、その仕組みもですね、残っていくだろうということで、科学者として何がを人類に残せるかというようなこと、それから日本経済に残せるかというような、そんなような、モチベーションですかね。森先生のツイッター、金友じゃないですか。はいはい金がきっと好きなんだろうなっていうのをなんとなく想像してまして、はい、おそらくその研究のきっかけになったところって金への興味だったのかなと勝手に妄想はしています。なんかそれがどのようにこういった社会貢献の思考がこう広がっていったんだろうっていうのを少しお聞きしたいなと思っていました。もともと生命の進化とかですね、遺伝子とかそういうものに興味があって、バイオの分野に進んだわけですね。で、実際に例えば私も今挑戦してますけども、人工的な生命を作り上げようとか、そういうところで生命の誕生の謎を明らかにしたい、あるいは進化はどうやって進化してきたのかというような、一言でダーウィン進化論というようなことでは片付かないのかなというふうに、もうちょっと詳しいメカニズムみたいなのを知りたいなというふうに、思ってきました。菌というのはですね、一番進化の過程でですね、最初に方に登場したもので、非常にその進化とか生物の生命の誕生というものでは一番そこに近いものですから、そこに迫ることができるだろうという魅力があります。もう一つはですね、環境中には無数の微生物が、例えば我々の細胞というのは37兆個ぐらいの細胞でできているんですけども、腸内細菌は100兆個いると言われています。あるいは土とか池の水1グラム取ってくるとですね、日本の人口に匹敵するぐらいのバクテリアが存在すると言われています。従いまして、非常にこれは生態系、我々の生態という意味での生態、それから環境の生態系にも非常に大きな影響を及ぼすと。一方で今地球環境の危機が、温暖化を含めて実際に厳しい状況にあるのかなと思います。それで SDGs みたいなことが出てきているわけですけども、やはりこういった微生物をですね、活用することによって、この非常に危機的な状況にある環境問題とか地球とかを救えるんじゃないかなという、その両方の思いで研究を進めているということになりますね。ありがとうございます。なんかすごく大きな使命感を背負って実践されているっていうところも、なんかすごく心に響きました。堀さんへのインタビューでした。この番組の内容はノートの方で記事化しています。微生物製剤の画像や補足情報も載せていますので、概要欄のリンクからぜひご覧ください。番組では皆様からのご意見を募集していきます。感想や取り上げてほしいテーマなどぜひお聞かせください。それではまた次回まで、さようなら。